皆さんおはようございます。ルッカフェローストラボクレモナコーヒー主任焙煎師のピカリンです。本日は美味しいドリップバッグのアイスコーヒーの入れ方をお伝えいたします。まずグラスに氷を入れます。キューブの氷を5つ入れます。ここ、それではドリップバッグを開けます。オープンの線に沿って破ります。ここの取っ手をつまみ蓋を開けます。コーヒーのパウダーはホットコーヒーに比べると少し細かく引いてあります。これをセットします。それではお湯を注いでいきましょう。はじめはわずかなお湯で ポタポタと全体を蒸らすようなイメージで30秒ぐらい待ちましょう。ホットコーヒーの時と比べて少し濃く入れたいので蒸らしの時間は長めに取りたいと思います。待ってる間に夏の演奏会のご紹介です。7月25日に京都嵐山のバロックザールにて演奏会を開催いたします。ぜひお越しください。あと40枚チケット売りたいです。よろしくお願いいたします。それでは抽出に戻りましょう。1投目です。真ん中にお湯を本当にちょっとずつ垂らしていきます。もうわずかなお湯で入れていきます。落ちていくお湯が氷に当たるようなイメージです。ゆっくりゆっくり時間をかけていきます。この時にコーヒーの粉がジャブジャブになるようなことはないように気をつけてください。だいたい半分くらい抽出したいと思います。はい、それでは2投目に行きたいと思います。2投目はさっきよりも少し早いお湯でもう半分入れていきます。コーヒーのドリップは積み上げていくのがイメージです。なるべくジャバジャバにならないようにコーヒーの水面が均一に平行を保つようなイメージで入れていきます。決して手元をぐるぐるさせないようにしてください。大体作りたい量のすべて抽出できるようになりますが、最後まで落とさずに思い切って捨てます。はい、これで抽出が完了しました。飲んでみましょう。ものすごくいい香りがします。普段お飲みになっているようなペットボトルのアイスコーヒーとは全然違うフレッシュな香ばしさ、それから甘みをお楽しみいただけると思います。それではぜひこの夏も美味しいアイスコーヒーをドリップバッグで入れてみませんか。それではいってらっしゃい。